どうもこんにちは、たまちゃんです。さて前回は最後のテーマパークサファリアドベンチャーのログを読み解く動画前編をお届けしましたが、今回は中編となります。で、前編ではどうやら動物園地下には謎の施設があり、現在地上で徘徊しているデスクローが変異したような生命体ゲータークローは、その施設のヌカ発生再現装置で作られているという情報を得られました。まあ一見ヌカコーラが関係していそうな名前になっていますが、ヌカコーラのヌカはニューク、核兵器をもじって作られたものであり、もう実際に飲むとラットに汚染されるというもうとんでもない代物でもあるわけで、おそらくそのヌカ発生再現装置も核物質が関係していることが予想されます。しかしなぜそんな装置が動物園にあるのか、そしてコバルト計画と何か関係はあるのか、引き続き探索しつつログを読み解いていきます。で、予想ではそのクローン施設、そこからこいつらが溢れ出たんですかね。そこまでして追い払おうとしたんですかね。ここになんか飾られていたのかな。動物あたりがいそうなもんですが、何もないな。死骸の痕跡すらない。ターミナルに、これをどうやって開けるかわからない。ダッフルバック AFAD 宣言。過激団体がこんなとこまでね、何をしていたんだ。ホロテープか。我々 AF アドのメンバーから大切なメッセージが、大切なメッセージがある。チップムンク、チップムンク、名前の意味を説明しろ。名前の意味を説明しろ。こっちは忙しいんだ。それぞれ AFAD という動物の名前がついてるんですかね。ここは後で編集して削除、後で編集して削除すると言ってますが、編集されてませんね。我々アニマルフレンズ&ディフェンダーズ、環境破壊を引き起こしている者たちへ大切なメッセージがある。動物は我々の兄弟だと。絶滅に近づくほど狩られている。黙って見てるつもりはないから行動に移す。大企業が動物を虐待している。この施設のことですかね。クローン施設かな。このテープはやり直しだと言ってますね。聞かれちゃまずいものが録音されたのかな。ターミナル、従業員用、現在ロックダウン中、セキュリティシステムの違反行為の可能性あり、要求。なんか出てきたな。アングリーアナコンダについて何か知ってるか、シートに聞く。ミスター・ブラッドバードン宛て、または、その下辺たちへ。これは、AFAD のメッセージですね。会話を試みたようですが、ブラッドバードンは、AFAD をパークから、締め出そうとしたんですね。お抱えの優秀な科学者である、ドクター・ハインを、あなたが温めている、アングリー・アナコンダの、建設予定地に人質として捉えている。一人で来い。彼の解放条件を話し合おう。警察を連れてくれば優秀な従業員を失うことになる。ミスター・ブラッドバードン、正しい選択をすることだ。ドクター・ハイン、戦前ですね。それが捉えられていたそうですが。まあ、グールとして生きてるかどうかだね。施設セキュリティレベル。これが、セキュリティレベルか。コードチンチラ。これが一番緩いのかな？通常業務。コードオラウンタン。これはちょっとセキュリティが高いようだね。コードディンゴ。ディンゴって何ですか？で、グリズリーが一番厳重であると。一番下。現在ロックダウン中。ラボに入れるのはドクターハイ。それとさっきのホロテープ。ドクターマグダーモット。そして CEO、ミスター・ブラッドバードン。
それ以外の人が侵入を試みた場合、殺傷兵器が使用されます。やばい。そんなもの、設置しちゃダメでしょ、こんな場所に。詳細に関しては保安部の LB シェルトン、それにご確認くださいと。保安部に関しても、先ほどターミナルに情報がありましたね。ここはまだ入れないじゃ。シート。ドクターハインは誘拐されて、アングリーアナコンダはどこにあるんだ。古い動物園の蛇の名前。そうか。博士は巨大なメダルの蛇の下にいる。大きなライド、乗り物。ライドはまさに、ジェットコースターのあれだね。後ろの坂の上。博士、そこにいる。うん。そこに博士がいる。アナコンダが蛇の一種だという動物。この人は言葉を動物園で勉強した。動物園には言葉やら絵があると。絵も、あ、蛇の。じゃあ向かいましょうか。巨大な金属の蛇。なんか動いてるけど。大丈夫これ。木が揺れている。よし、まず一体。はいはい、やったー。ショットガンを、よっしゃった。あ、こっちか？何？キャッピーのツリーハウス。これか。しかしここは、迷路になってますね。入り口は不明だが。この内部であいつに出会ったら、あ、いますね。やだね。これ通れとか言われんの、もしかして。今のうちやれそうだけどね、こっから。こんなとこに？バンカーがあるよ。熊の洞窟。何ですか、ここは。熊の洞窟。ちょっと気になる。ヤオグアイあたりがいそうだけれど。ああ。いる。こっちまでは、これなさそうな感じするけど。グリズリーと？ああ。争ってる。どっちが勝つの、これ。小型のヤオグアイか。ああ、開けてどうするんだ。違う。殴る方間違えてる。強いのは向こうだ。ゲータクロー。おかげで、やれましたが、サファリアドベンチャーのメンテナンスターミナル。結構書かれてますね。ビーロス。食べ過ぎた子供が吐いたものを掃除するために、北側の飼育場に行くことになった。どうしてまた自分が選ばれたのかわからない。戻ると、トマルソンとフレムケが、静かに話をしていた。二人とも神経質な目でこっちを見て席を立ち、そのまま出て行った。何かが起こっているのは間違いない。え？何が起きたの？二つ目。今日はフレムケが病欠だった。爬虫類の家という場所があるようだね。ワニあたりがいそうですが、照明を交換するのに6時間かかった。で、道具を用務置き場にしまっていたとき、フレムケとトマルソンが、フレムケの車の中に座ってるのを見かけた。フレムケがトマルソンに何かを手渡し、トマルソンが車から出て立ち去るのを見た。どういうことなのか調べなくては。病欠だったはずのフレムケが、何かをしていたようですね、車の中で。三つ目。これ何の番号だろうね。ホロテープのレコーダーをフレムケの横にある空のロッカーに置いてみることにした。毎日録音していたようですね。しかし、ついにすごいのを拾った。フレムケとトマルソンの間での会話だ。二人は何か、コバルト計画というものについて話していた。それが何なのかわからないが、連中は重要なことは全く用務員に話さない。どうしてのけ者にされるんだ？この二人は、用務員じゃないの？なんか近づいてきましたね。さあ次は？ついに、フレムケに詰め寄って、コバルト計画について問いただした。彼は最初は、
嘘で言い逃れようとしたが、ついに諦めて、アメリカ軍とヌカワールドによる共同プロジェクトだと教えてくれた。信じられなかった。軍が欲しがるようなものがここにあるというのか？もっと知りたくなった。フレム家には忘れろと言われたが、知ったことが。必要ならば、ブラッド・バートン自身に聞いてやる。ただの用務員がどうしたの？なんでそんなに知りたくなったんでしょうね。そしてフレム家は、なぜ話してしまったのか。なんで知っていたのか。そして最後、フレム家から、ログですね。ロスにコバルトのことを聞かれてから2週間経つ。あのバカには忘れると言ったのに、聞く耳を持とうとしなかった。そして突然、うちの部署でロスが予定外の休暇を取ることになったと告知があり、誰も彼がどこに行ったのかを知らない。おまけに彼のターミナルを10月末までに消去するように言われた。これを全部消すのは嫌だけれど、拒否はできない。保安部の言う通りにしなければ、自分が休暇に行く羽目になるかもしれない。ロスは消されたようですが、10月末だから、このターミナルはね、消されないで済んだようだね。その間に爆弾が落ちたわけですから。シート、道はどっちなんだ？こっちか？ここは、建設中か。どれ？これ？金属の蛇。これを刺していたんですね。ここのどこかに。お、アングリアナコンダ。うん、まるでもうここは、外だよね。ヌカワールドラジオ。そんなの流れてるんだ。いる。うわぁ、外にもいっぱいあるじゃないか。もうやだな、これ。キョトンとしてる。ゲータクロー倒した。やった。よいしょ、やったー。完全クリア。目標は、この場所ですか？核廃棄物。死体。エキスパート。開けられないぞ。どうしたらいいんだ？シート。鍵があった。さらに、尋問。ドクターハインは、尋問を受けてたんですかね。ハイン。お前の実験室で起きていることは、とっくに知っていると。ブラッド・バートンの命令で、クローンの実験をしていることは分かっている。実験室は名ばかりの、拷問室に閉じ込めた動物を使って、最高の敬意を込めて扱っていると。実験体に対しては。お、アングリーアナコンダに連れてきたのには、ちゃんとした理由がある。動物を保管している場所のすぐ近くで、こんなものを作るのを許すとは？こんなもの？消えないダメージが動物に与えられる。アナコンダが動物に悪影響を与えるという話ですか？ヘインは誤解だと言ってますが。何か外にいる？あちこちで走り回っている連中がいる。人員は4名ぐらいいるようだね。ここで、ログは途絶えてますが。まあ、まずなぜね、クローン施設が地下にあるのかという話ですが。まあ、しかし範囲はそんな悪いもんじゃないと。それは本気でそう思っている可能性もありますね。結局爆弾が落ちて、すべておかしくなってしまった。というのがよくあるオチではありますが。その内部には、これが範囲か。手が、ないように見えるが。片手がね。ここには、ドクター範囲のパスコード。お医者様、鍵、持ってる。ブラッドバードは何をしていたんだ？しかし本当に。
クローン施設で動物を作っていたんですかね。特に深くは考えずに。そして外の死体、殺されてますね。先ほどの足音の正体、まあ保安部が動いてこいつらを殺したのかな。で、このアナコンダが動物に対してね、悪いみたいな話をしていましたよね。音がうるさいとか、そういう話かな。爬虫類ハウス、あれか、アナコンダがコーラを飲んでいる。さあ内部は、なんか道が塞がれてますね。崩れたとは思えないけど、バリケードかな。シートがついてこない。ここには。まだその時ではないのか。反応がある。ゲータークロー。敵対はしていませんね。いや。ここだ。敵対しそうだな、こりゃ。ああ。よし、やった。この内部も、やっぱり狭い感じだね。従業員は、中で殺されたか。さあ、こちら。爬虫類ハウス。ガイドターミナル。緊急時行動。緊急時の対応手順。来園者が動物に噛まれたり刺された場合、慌てずに以下の手順に従うこと。まずは、面積事項が裏面に印刷された正規の入園チケット、それを持っているかどうかを確認する。正規のチケットを持っている場合、即座にサファリアドベンチャー事件報告を記入させること。で、その報告書は、ヌカタウン USA のメインオフィス、そこに用意されている。そっちに行って書かせると。で、入園者が麻痺した、あるいは自力で動けない場合、ヌカワールド緊急ストレッチャーが400ドルで用意できることを案内する。4万円。で、先ほどの事件報告の記入が完了したら、応急手当を施す。医療品と救急救命士の手術費は入園者に請求する。そして、正規のチケットを持っていない場合、警備員を即座に呼ぶこと。もう対応がどこも異常ですね。爬虫類に関する注意。最近発生した事案のため、デスアダー、ブラックマンダー、内陸、タイパン。それは子供の爬虫類、触れ合いゾーンから外すことになった。子供が殺されたという話でいいのかな。今後は動物を移動させる前に、同封された警告を読むことを職員に勧告する。どんな警告でしょうね。その2。ガイド諸君、来園者に蛇の卵で絶品のオムレツができるというのはやめてくれ。とんでもない。大間違いだ。3つ目。AFAD、それに関して書かれていますね。その AFAD 絡みのセキュリティ問題のため、爬虫類触れ合いタイムに檻から出された爬虫類を入園者に抱かせるのを禁止する。ガイドは終始動物を抱き続けていること。すでに高価な爬虫類がなんか奪われたようだね。こいつらに、AFAD に。これ以上盗ませるわけにはいかない。あ、そうか。ドクターハイン。なんか勘違いじゃないかとね、言ってましたが、本当にドクターハインは何をやっていたのか知らされていない可能性がありますね。なぜならば、マグターモッドがなんか謝りたいと言ってましたからね。ドクターマグダモットは知っていたんだ。